そう、彼らはエスパー。日頃彼らはその能力をひた隠す。へっちゃらです。ここはそんなエスパーたちがひっそり集う喫茶店。なんか最近ますます風当たり強くなってきましたね。アスナロサイキック。完全にあの番組のせいでしょ。そこへやってきたのは彼らの天敵。ちょっとその話聞かせてもらえます？遥か遠い昔から。おいよね、もうじき本番始まっちゃうぞ。ネタ取れるまで帰ってくんなよ。何寝てんのよ。本番だよ。お前ほらじゃーん。超常現象なんてあるわけないんだからね。信じてれば必ず。大人げなくないです、大の大人が超能力とかって。エスパーパーティーとしゃれ込みますか。史上最弱の7人のエスパーが彼女のために今立ち上がる。どうでした、ちゃんと撮れました？はい。曲がれスプーン。能力を失う。